こんにちは。東京ツーリングチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日私は今ですね、清澄通り、こちらを清澄庭園の前、こちらにおります。これからこの清澄通りを、ゆっくりと月島方面に向かって進んでみたいと思います。それでは今日も一日よろしくお願いします。私が走行している通りが清澄通りですね。そして目の前に見える赤信号、あちらはクロスしているのは葛西橋通りになります。右に行くと永代通りと交差し、左に行くと千葉方面面へとつながります。こちらからは門前仲町のエリアへと入ります。はい、交差している通りは永代通りですね。
手に見えてきたのが東京海洋大学ですね、旧東京商船大学です。目の前の橋、相生橋を渡りますと、ここから中央区です。目の前には新月立橋、いよいよ月島へ入ります。ではこちらの通りを右に曲がりたいと思います。なんとなくですね、こちらからはレトロな街並みが、はい、続き始めてきましたが、月島といえばもんじゃで有名ですね。これから皆さんとですね、はい、この月島のもんじゃストリートを走ってみたいと思います。時間的にはまだ朝の早い時間ですので、まだね、軒並みお店は閉まっております。夜にかけてたくさんの人でこの通りもにぎわいます。それでは月島のもんじゃストリートを抜けました。
の潮風がですね心地よいこの月島橋を望む橋の上ですね。正面に見える信号、あちらの信号の交差する通りが晴海通りです。ではこの晴海通りを今日は右に曲がっていきましょう。それではここからは晴海通りを銀山方面に向けて疾走します。東銀座を通過し、銀座4丁目の交差点へと向かいます。
銀座4丁目の交差点をただいま通過いたしました。さあ、これから向かう大きな交差点は銀座でも有名な有楽町にある数寄屋橋の交差点になります。日比谷橋の交差点を抜け、こちら日比谷の交差点を抜けました。左手は日比谷公園、そして右側は皇居です。昨日まではですね、お盆ということで本当に暑い毎日が続いていました。ですが今日は週明け、まあ、仕事始めている人もたくさんいると思うんですけど、とてもですね、まあ、気温的には30度をちょっと下回るか、それから30度くらいかなといった感じがするんですが、とても体感的には昨日ほどではなく涼しい感じです。公園のこちらは側道を今走っていますが、右側にはですね、検察庁、東京地方裁判所といった具合にですね、官庁が、はい、点在しています。一気に清澄通りから出発しまして、はい、福島地区を通り、そしてこちら霞ヶ関の官庁街へと走っていきました。
って、いよいよ今日の終着点が見えてきました。はい、今日の終着地点、虎ノ門にありますポンピラ神社ですね。ポンピラ様です。はい、今日も皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしければチャンネル登録をお願いできれば幸いです。それではまた今後とも動画を流していきますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。本日はありがとうございました。